さんの目の前のブロックがそれぞれのメンバーカラーに変わり、綺麗な虹が自然と出来上がっていて、とても幻想的な光景でしたといただきました。はい、続いて、いきます。ピリーネームハットさんからいただきました。ありがとうございます。待ってて愛の歌で、あんちゃん、アイナの間に起きました。あの、ほっぺに中事件。あんちゃんの表情から予想外のことだったんだろうなと思っていましたが、真相が熱いな、どうなのでしょうかと、いついただきました。ありがとうございます。俺もアンちゃんに何してんだって。めっちゃ面白かった。でもまずはあの虹色になった件。そうそう、虹色になった件。修正の件。なかなかヨリアンさんすごいメールでしたけどね。間違いない。そう、びっくりしちゃった。でもね、前にいる人の色になってた。そうなってた。しかもね、あれ遠くにさ、めっちゃこうやって振ったら結構遠くの人もね、みんなその色にしてくれた。すごい。ヨハネさん、ヨシコちゃん、どうした？どうしたの？私の前何も白くなんなかった。道があったじゃん、グレーの。いいじゃん、すごいでかい道だった。ごめんなさいじゃん、グレーね。メンバーカラー、メンバーカラー。そうだよ。ヨシコちゃんらしいと思う、やっぱ。グレーよかったじゃん。どうせなら見たかったのね、さ。みんなも驚いたと思うよ、逆に。何、俺たち、もう。奥はそうだったかもしれないけど、いやちょっと、そうだよね、上から見たら虹色に見えるよね。そうなんです。あ、そっか、残念だった。ちょっとね、なんかみんなもすごいなんかすごかったよねとか言って、あの虹すごかったよねって言ってたから、何のことかと思って、何を言ってんのって思って、らしい。入れ替わってもちゃんとね、入れ替わった色にしてくれる。記憶がない。ファインプレイ、ファインプレイでしたね。まあでもそんな中、はい、あんちゃん、あいなちゃん、そうだよ、そうだよ。どうしちゃったの、あいなちゃん、どうしちゃったの。あいなちゃんだよ、あいなちゃん。音の始まり、あいなちゃん詳しく説明してください。みんな聞きたがってるから、みんな怒ってるよ。え、だってそこにだってあんちゃんがいるんだよ。いや、なんかそれどういうことだよ。え、だってリハーサルだとなかったからね。リハはそうだね、スラフリしてたけど、ほら、ちゃん、タワ、タンタン、最初、でも一番最初ギューだったよね。そう、一番最初はこれやってて、なんだっけ、で戻ってたんだよね。どっかなんかぶっけたんだっけ、最初。私がなんかで、こうやってやった時に、ぶっく、どっかぶっけたんだよね。そう、で、こっちってなって、あ、じゃあこれ違うのにしようってなって、タララララ、タンタンで、で、それから、ニャーがちょっと背伸びをして、こういう風にこうやってやるようになったから、みたいな感じでやってて戻ってたんだけど、本番はやっぱりさ、びっくりしたもん。あ、そんなに？いや、するでしょ。そりゃそりゃそうだよ。だって本番事件だよ、もう。びっくりしたね。本当に？私びっくりした。エルモした回し蹴り回し蹴りしたかな。回し蹴りしたらアイナの上行っちゃうかも。ちっちゃい、アイナの上行っちゃうかも。アイナでもしてやったみたいな顔してたから。そうだよ、ドヤ顔だもん。絶対してやろうと思ってた。やばい、怖い、怖い。計画的だ、今後ある、今後ある。今後ある。魔性の女なんですけど。そう、もうね、これはね、もう計画通り、計画通り。やべえ、やべえ、やべえ、やだー。アイナさんの近くには行かないように。アイナとやめよう。ちょっと怖いよね、やっぱ。